攻めるよ。今回ご紹介するのはライラックスからの挑戦状、イージーハードギアフレーム専用スプリングガイド付きバージョン2メガボックス互換6ミリ時空系を。この後すぐ。模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、どうも皆さん、デビルでございます。今日はね、撮影場所がいつもと違いますよ。なんか違うね。今日はね、1階の出張工房からお送りしていきたいと思いますが、これデミウラビューじゃねえかと思った人いらっしゃるかと思うんですけども、デミウラビューは技術的なこととサバイバルゲームのこととか歴史のこととかを短く、はいはい、で、デミルの方は無駄話をいっぱいしつつ、その中のことをより分かってくれればなと。で、100人のコメントがあったら枕がこうしっかりとね残るっていう。まあ今昨日一人いらっしゃってるコメントを受けてた。コミット話、それコミット話。一人の方が、あの、デミルはこの初めの会話がなければって言ってくださった人がいて、たった一人ですよ。これは他にもいるんですよ。もうそれはもう伝わらないとやらんよとっていうことなんですけど、まあ、あのデメ流なのでね、まだあの無駄話が多いと思われる方いらっしゃると思いますけど、無駄話しますよ。はい、今回のいきさつもですね、はい、緊急の収録なんですよ。そうですね、ちょっと音声もそうだね、今そっちシフトにしてたからちょっと今違うね、これ音声ね。あ、そう、無理くり変えられるかな、変えられる。今ちょうどね、あ、変わった変わった、よし、いつもの感じになった。いつもの場所とちょっとね違ったので勝手が違うんですけどね、私が前向いちゃったりするっていうことで、あの、今回こうちょっといろいろで、そうそう、この後の撮影のためにもね、ちょっとマイク追加してね、そっちにも一本入れたんですよ。こうマイク、ね、狙ってますから、デメさん。ただ今ちょっとマイク切り替えて、あの、俺の声も入りやすくしました。まあ、はい、これデメ流だからね、うん、デメ裏ビビオじゃない。久しぶりですね、1対1でやるデメリューって。ああ、そうね、うん、最近はね、いろんな人が出てたりね、チャ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 、ウサイメスから、あの、引き笑い 120dB の音響兵器って呼ばれてるね、ダーサマン。ダーサマン、チャ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 、うるさいメスっていう。ダーサマンに言ってないからね、後で言われるかもしれない、なんで呼んでくれないんですか。あ、それはちょっと、うん、お金が発生する。そうですね、で、今回緊急で撮ろうってことになってるんですけど、はいはい、1本だけなんですけども、この1本が特別なんですよ。なんか随分あれじゃないですか、企業案件っぽくないですか。大丈夫。そうなんですよ、今回ね、お仕事感が来ましたけど、いいのか私のところを選んじゃってというふうに思ったんですけど、それでも信頼していただいてるんでしょう。それかものすごい自信があるから、どっちかだと思いますよ。そうですよね、もうやってみろと。やっぱデメ流といえばね、もう批判もいいところ悪いところ全部言うぞっていうスタイルですから、企業さんにとってはね、怖いですよ、やっぱ。でもそこにこう、あなたないことまでね、全部喧嘩してんじゃねえかとかね、いろいろね、憶測を勝手に語り始めますから、デメリューっていうのは怖いですよ。それの中でもやってみろよっていう、っていうぐらいですか、やっぱ相当な自信、自信があるとしか思えない。で、見た感じもね、なんかすごいお金かかってるね。お金かかってるし、あ、これはすごいじゃないっていう、一発目のイメージでもすごいじゃないと思ったものなんでございます。はいはい、じゃあですね、告知の方。告知紹介って告知、あ、ここで告知するんですか。今定点ないんですけど。あ、いいですか。あ、いや、定点はないですが、はい、はい、デメリューの告知ね、はい、デメリューバージョンの告知、デメリューバージョンです。今頭が切り替わってなかった。はいはいはい、はいはいはい、ということで、ね、毎週水曜日、25時半からは、モザ水で模型パドックの迷彩教育、はい、こちらの方やっておりますラジオです。サバゲーのラジオということでね、業界初、コーナーを連続して今2ヶ月目に、な、3ヶ月目か、そうだね、に到達しているところでございまして、はい、いろいろね、反響も
ちょいちょい反響、反感、いろいろあるんですけども、はい、いろんな人がね、反感わかんないですけど、反響の方が違う方向にね、なんか手こき番組になってるけど、なんか違うんじゃないかと思うんですよね。でもサバゲーの魅力をね、いろんな人に伝えていきたいということでね、ラジオの方もね、今出させてもらってますんで、ぜひこちらの方、FM 視聴エリア外の方はラジコで、ラジコでも聞き逃しちゃったよって方は、はい、YouTube の方でも収録の舞台裏っていうことでね、本放送では流れなかったシーンまで全部、公開しちゃってますんで、うん、ぜひそちらの方見ていただけたらなと思いますし、あと、まあ、今回今ちょっと6月1日にね撮影してるんですけど、そうですね、緊急事態宣言も、まあ、一応全国的に解除され、まだ自粛はねある程度続けてくださいということなんですが、まあ、お店とかもいろいろやり始めてる中でですね、デメウラビューと、うん、モケパインフォメーションの方もね、うん、ちょいちょい復活していければなと思ってますね。モケパインフォメーションの2人の硬さがねこれまたどんどん柔らかくなっていくんだと思うんですよ。やっていけばね。そうですね、うん、まあともちゃん人気が最近上がってきてんじゃないかなと。優しいからねともちゃんね。ただまだ動画ではね魅力をね出し切れてない。いやもう本当に会った人の方がね、直接お店で会った人の方があれともちゃんいいなって感じがいいなとか、まーちゃんのなんだろうね、こう優しさというか、まーちゃんはもう活発系の女性なので、活発系やったキャンプ行けるとか言ってたぐらいですね。結構アウトドアも趣味でやったりとかしてるので、ぜひぜひですね、お店の方にですね、お時間あるとき自粛だって、まあ、無理のない範囲でね、来ていただいて遊びに来てね、お買い物とか、まあ、あとアリシャンの方もね、今日から通常営業になりますので、そうですね、まず定例会とかも行いますので、ぜひ来ていただければなと思いますと。はい、はいはい、いつもと違うパターンのね告知だったんで、なかなかこうここ告知なんだと思った方いらっしゃると思いますが、まあ、なわけでですね、今回やっていきたい商品はですね、まだ発売してないんですけど、あれだ、挑戦状です。ライラックスからの挑戦状。あ、ライラックス、ライラックスからの挑戦状です。はい、こちら、はい、今ちょっとですね、ツイッターなどではですね、はい、かなりこう話題になったんですけども、今回ご紹介するのはライラックス製イージーハードギアフレームでございます。はい、イージーハードギアフレーム、こんな、はい、かっこいいでしょ。もうデザインがすごいよね。もうこっからスタートからちょっとかっこいいよね。これはね、こういう感じだけど、これちょっと挑戦状的になりますよね。はい、で価格がですね、1万5000円ぐらいなんですけど、実売もっと安くなると思うんですけども、うん、定価が1万5000円。そう、価格帯も、はい、非常にこう高いじゃんと思う人いるかもしれないですけど、予約受け付けてますね、はい、予約受付中の商品予約特価で出てるのかな。うちは出してないかもしれない。まだ出してない。ああ、他店を見るとね出てるんですけど、出てるんですけどでここにはモケパドックということなんですけども、まずですね、パッケージに一番最初にやられるのがこのデザインの良さですね。あ、今までのメカボックスっていうのは、まあ、そっちにありますけど、はい、まあ、こういう感じですよね、まあ、例を出すと、こういう形なんですね。これ東京丸井さんの、美味しい汁を吸い出すだけ吸い出したメカボックスですね。まあ丸井さんのはこれがベーシックなやつですね。スタンダードのモデルで、はい、これが、ライラックスさんの新しく出たイージーハードギアフレーム。メーカーさんによってはね、色がついてたりとか、なんか表示があったりとかあるのも今までもあったと思うんですけど、今回ですね、アルマイトの仕上げなんです、ここが、はい、もうこれだけでかっこいい。あとプリントをされてる、わざわざかっこいい、中に入っちゃうとこですからね。そうなんです、見えないとこですから。でもね、俺は大事なのはね、こういう粋なのは大事だと思うんです。やっぱり見えないからいいよねっていうのは日本人の感覚としては良くない。ちょっとこの辺がやっぱライラさんのセンス、センス、うん、もう見えないところでもこだわってかっこいいだろうっていうのが、褒めすぎじゃね。だってちょっとこう、よいしょしすぎちゃった、ちょっと持ち上げすぎじゃね。で持ち上げすぎなんだけど、やられるよね、このパッケージのかっこよさは。ちょっとおって思っちゃって、ちょっとおかっこいいじゃんこれって思います。で、まだ皆様、私この箱から一回もまだ出してないんですよ。あれ、私より先に別のものが開けてましたけど、あれ、なんか今ね、初めて開けていきたいと思いますが、開けると紙のね、こういうケースに入ってまして、スプリングガイドが標準で入ってます、はいはい、これがクイックになってるスプリングガイド、ワンタッチで取れるよっていうスプリングガイドで、ベアリングが入ってると、はい、スラストベアリングなので、通常のベアリングのスプリングガイドと変わらないんですけど、うん、ワンタッチロックができるという優れもの、はい、それと
メカボックスですね。メカボックスなのですが、はい、これ実物なんですけど、はい、まあ、黒とこの赤のアルマイトで出来上がってた、あとプリントが入ってるんですけども、はい、いやこれね、これ裏側は入ってない。裏側はこのまんま。あら、このメカボックスのすごいところはいっぱいあるんですけど、いっぱいっていうとそうでもなかったら困るから、あるんですよ、ぼちぼち仕組みがね。で、まあご紹介していくところなんですが、まあこのメカボックスが一つの肝になりますが、付属でですねビスついてますけども、4本モーターのグリップを止めるビスと、スイッチを止めるビス、カットオフを止めるビスっていうのがついてます、付属されてます。これプラスビス、プラスビスですが、入ってますので、これは使っていただけるとちょうどいいと思います。まあ、はい、短いビスを入れるよりもこっちのビスに変えちゃった方がいいと思いますので、はい、で、じゃあ早速、肝のメカボックスのご紹介していきたいんですが、はいはい、パッと見なんか分裂というかこうセパレートしそうじゃないですか、はい、いろんなところが。まず、このメカボックスの最大の特徴はギアの駆動系の部分と、はい、発射系の吸気系のパーツ、はい、これが別途にいじることができるっていう、要は2分割になったりするメカボックスっていうのは多々あるんですけど、うん、このメカボックスはお弁当箱システムでして、はい、こちらライス部分でございます、こちらおかず部分でございますっていうですね、ギアボックス部分はギアボックスだけの下のカバーを外してもらうとパカッと取れます、はい、ですからギアのセットアップができるんです。で、ここの部分、上の部分を外してもらえば、吸気系のところが調整可能になるんですけども、まあ、基本的にギアのところっていうのは開けやすい方が楽ちんなんですね、うん、なんでかというとシム調整をしますよね。そのシム調整をした時にこう後ろから見た時にまっすぐピストンに当たってるかなというのも確認しやすいということでですね、はい、このメカボックス非常に優れてるんですけど、じゃあどのようにですねセパレートするのか実際に開けてみたいと思います、ね、これね一つだけ文句を言わせてもらうと、はい、僕ヘキサゴンのビスが苦手なんですよ。あら、なんでかというとこれまっすぐちゃんと開けてあげないとネジすぐ舐めます。オーバートルクでやるとネジ山のねここが引っかけが潰れちゃったりするので、しっかりと六角レンチ当てて回しましょうね。簡単に普通の L 字のこういう六角レンチを使われると思うんですけど、回すときは常にトルクのかかる方から一回緩めてから長い方を使いましょう。これ舐める原因になるので必ず短い方からクッて曲げる、で回ってから回しましょう。これしないでやってしまうと、ネジ穴が舐めたったり、はい、舐めたったり舐めたったりしちゃうしますので、ほんとね些細なことなんですけどこういうところを注意してあげるとメカボックスのビス潰さないで済みます。今ねバラしてみた感じビス短いわ。そうですね、ビスがね、通常より圧倒的に短いです。ここではまだ外れないのかな、どっか引っかかって、あ、ここだね。もう一個ここも外さなきゃ。4箇所かな、1、2、3、4、4箇所ですね。で、ここで優しいなと思ったのがプリントで M3 これ、3ミリ規格だよと、3のネジの M3 の 16.0、 16mm のビスが入ってるよと、はい、要はここは長いビスが入るよ、でここは M3 の8、短いビスが入るよっていうことを書いてあるので、はい、ネジどこだっけっていうのがほぼないだろうと。すごいね、これはわざわざ書いていただいて、書いていただいて、で一応ただデザインで書いてあるわけじゃないと、ちゃんと意味があってそこに書いてあるんで、ね、ぜひねまた戻すときに間違えないようにしていただきたいね。でね、このメカボックスね、しっかりとビスし効いてるね、パチンパチンって。素材、このライラックさんのページ見たらマテリアルって言われてるんですけど、まあ素材ですね、はい、この高強度マテリアル、はい、要は強度の高いマテリアルを使用してますよっていうことを言ってるんですが、おっ、コタコタ言ってきたね。また4箇所でも外れなかったんですね。外れなかった、はい、今っ全部外してみようか。全部外すしかないのかな、1回ガードしてどんな感じで組まれてるんだろうね。分離できるよっていうのは
でもね、メカボックスの持った質感は他のメーカーに比べたら圧倒的にいい。あのクライタック製のメカボックスもすごいしっかりしてたけど、これもっとしっかりしてるかもしれない。へえ、なるほど。そこまで開けないと分解できる、しただけっていうのはできないんだ。これはこれで組んで調整ができるのかな、うん、これで。なるほどね。でこれで組んでロアを入れてあげることによって、これでここまで締めちゃえばギアは整う。でよいしょ、ギアを先に整えてからこっちを後で締めればいいだけなんで、ギアがある程度基準が立ったらこれで下だけは外せない。でこれパーツ入れたら入んないもんね。こう外して、でこう乗っける、でシムを合わせる、で最後シリンダー部分を入れる、はい、これセパレートタイプなんですけど、僕はあのそこよりも気になった部分が、はい、この部分、その部分、これメカボックス比べてもらうと、はい、ここ合わせなんですよ本来だと。はい、合わせてこの太さになるんですけど、はい、もう初めからフレームを太くしてるんですね。ここの強度を保ってるんで、はい、半分になっちゃうわけですよ。で2つは合わせて1つの強度になってるんで、大きさ、強さって全然変わるんですね。絶対変わると思うんです、はい、であとは全体的な肉なんですけども、はい、メカボックスで実は肝心なところってこの部分になるんですね、はい、ここで力が逃げると、割れなくなるんですね衝撃で、うんうん、で割れ加工防止のこの穴が開いてて、もともと力逃がしますよっていうことをやってるのと、はい、あとこの厚み、はい、エンドの厚みが全然違うと思うんですね。もうこれだけですごい違いがあるんですね、ここの、うん、でかなりこのメカボックス自身の強度としては高くなってます。で座椅子自身も硬くなってるので、うん、強度自身がメカボックスの精度とか強度とか上がってるので、入れた時にですね、あのピチッと組めるというか、ガタつきをカタ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 ってしてるなじゃなくて、ぴったりする感じがこれには出てくると思います、うん、で今ねこれ合わせただけでもかなりピタッて閉じるの、浮いたりしてないよね。そうね、あの言っちゃ悪いけど、メカボックスってこうやって閉じたら、うん、成形悪いと膨らんでたりするの、はい、ここがこう持ち上がったり、はい、ここ合わないとか、そういう心配がないので、初めて分解するんだったらこっちのメカボックスからやっちゃった方が精度とかの部分では不安がなくなる。そういうちょっと何個もやらないとわからないそうなところはもう気にしなくていいよと。いいっていうことと、あとこのメカボックスを進めたいのが、これねすごい考えられてんのよ。ちょ上ね、これまず何が考えられてるかって、はい、ここにスイッチが入るでしょ、はい、スイッチが入ってコードがこう内側を本来はうんだけど、これノーマルバージョン、こう内側にこうグーッとはうようになってる、はい、こうすると、ね、ちょっとあって、そう、ここ、ね、溝があって、ね、ここにピニオンギアっていうのが入るんですよ、はい、でピニオンギアが入るとベベルギアが回るんですけど、ここにコードあるってことはどういうことですか。もし浮き上がったら切れちゃいますね。怖い、バタバタって切れてしまって、リーク、要はショートする原因になるので、はい、じゃあライラックスさんは何を考えたかというと、はい、ないっすよねコード通るところが。これで正しいんです、こやつの。こやつはすごいなと思ったのが、ちゃんとやってるなと思って通したら、後ろ側ここ見てください、逃がし溝、溝がありますね、裏側からコードを逃がしてあげてくださいと、ね、はい、そうすればここのベベルギアで切ることないでしょ、はい、っていう考え方と、はいはい、あとここがブロックの厚みがすごいんです、はい、要はネジを切ったりとかですね、片側ずつ本来はこう半ネジになってたりするんですけど、一体型になってるから暴れにくいでしょって、はい、ガタ出にくいでしょっていうところも魅力だと思います、うん、これね考えた人が多分メカボックスを相当いじったことがある人で、悪いなここはっていう場所を全部潰してやろうっていう意気込みで作ったと考えられるんで、だからデメリューへのライラックスからの挑戦状ですけど、これはよくできてると思います、ね、本当に。いや言ってみろデメと、お前どこがダメか言ってみろって言われたんですけど、一つだけ言ってやるっていうところがあるんです。
これね、あのネジがさっき六角だったんですけど、はい、軸受けが実は6ミリなんですね、はい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 、じゃ6ミリで完璧に持つかっていうと、ここはちょっと難しいかもしれないですけど、最近多いのは8ミリ8ミリ7ミリでも、これねこれ今6ミリ展開じゃないですか、はいはい、でも6ミリで壊さないセットアップができるだけのメカボックスの強度がある、でそれぐらいのギアが入るぜっていう自信の表れでもあると思うんですよ。で、うちのハイプロテクションギアっていうのあるじゃないですか、はい、これあの開発した経緯としては6ミリベアリングを壊さないことがまず前提にしてるんで、相性すごくいいんですよ、はい、軸受けが6でメカボックスの強度が上がって、でここにかかる負担を減らす、で軸穴をしっかりとこう固定できるっていうメリットがあるので、ハイプロとの相性がいいんですね実は。あ、一応もう組んでみたんですか？まだなんです、ま、だ実はだからハイプロを組む動画っていうのをデミューラビューの方でこれはですね、やりたいんですけど、これも最強の組み合わせになるんじゃないっていう、ね、強いんじゃないかと、もういや壊れなくて壊れなくてもうね困っちゃうっていうぐらいになっちゃうかもしれない。こちらがまあ10万発のメカボックステスト、はい、ハイサイクルもテストしてクリアした、うん、高強度メカ、音がいいな、アルミだな、やっぱりアルミの音だ。ハイプロも何万発ですか？ハイプロは公式で言ってるのは20万発ですけど、はい、実際にテストさせられた僕らは3、40万発売ってます。あの20万発はあのモーターとか壊れない状態、はい、20万の時にモーター壊れたんで、それからギア入れて40万発が僕ら打った最終的に打った結果なんですけども、はい、40万発打ってこれメカボックスは削れないわけですよ。このノーマルの丸井さんの最終的に削れたのが、うん、ここ削れてっちゃったんですよ、段差がついて、はいはいはい、それをこのメカボックスね、こちらのライナさんの新しいやつだとこれ削れねえだろっていうぐらい硬いんで、はい、このメカボックスに入れて打ちまくることによって、アンブレイカブルの、効果が最大限引き出されるっていうですね、メリットがあると思う。もう最低でも10万発はあもういけるよと、まあメカ的な壊れはしないでしょうと、というまあダイラックスさん自身がメーカーさんがもうテストして、はい、お大丈夫問題ないっていうふうに打たれた。10万発って言うと普通の人だとどうなんだろうね。1回の高値で、まあ、じゃあ2000発打つにしても月に毎週行ったって4回ですか、月8000発いや8000か、そっか1年で8万あ10ヶ月で8万でしょ、で9万いくつですね、だから10万いかないぐらい、まあ、大体1年フルで打ちまくって毎週行ってっていうことで、1年何もしなくてもメカの壊れないギアの部分には、トラブルがある程度のね、メンテナンスはもちろんねしていただいた方が長持ちすると思うんですけど、スイッチは別なもんだから、うん、ただこのメカボックスに関してはここを素体としてベースアップをどんどん繰り返してもメカボックスは問題ないですよと。他のメカボックスだと他のところ壊れてきちゃう、割れちゃう、ね、割れちゃういうのがありますから、今このメカボックスちょうど今丸井さんのを美味しい汁吸われましたっていうのはもう前割れちゃってるんですね、これひび入っちゃって、絵だと分かりづらいかもしれないですけどこれで割れてるんですね、これ割れてます、はい、これね今説明しやすいようにくっつけたんですけど、ちょっと、はい、割りましょうか、ポンってやるだけで割れますよ、いいかな、ここねちょっとピントが、ひびが入っちゃってるんですね、これわかりますかね、ここのところだね、ここのところにひびが入る、よくあるパターンのやつですよね、これね、これはもう一番メカボックスの、はい、負担がかかる場所なので、バージョン2のメカボックスのここは割れやすいんです、そこはどうしても叩かれますからね、これバン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 、ね、バンバン叩かれて結局は耐久性がなくて壊れるっていうのを、材質を交換して肉を持って、さらにはこう力を逃がす、わざと叩く力を逃がす加工までしてあるので、うん、こちらのメカボックスだったら自信満々で大丈夫ですというふうに歌ってるわけですね、はい、わかります、怖いねこのメカボックスは。そうなってくるとこのメカボックスってハイスペック仕様なんですよ、はい、そしたら中のチューニングも限界が高くなるので、今までになかったチューニングのセットができるわけですよ、はいはい、ここまでメカボックス上げたらもっとこのバネと回転抵抗を減らしたらメカは持つから大丈夫とか、でも弾速95をきっちり出したハイサイクルのメカボックスを作ったって耐久性に難がないわけなんで、メカ割れちゃうよねっていう心配がなくなりますので、それはですね非常にこうカスタムの可能性が広がると思いますので、私はこのメカボックス話題になった理由が
なんとなく分かります、はい、非常に出来もかっこよかったし見た目がね今までカスタム してる人こそちょっとおこれは面白そうだなっていうって思いますよ。カスタムをやってたことがある人だったらおってうちのユーザーさんたちの反応もおなんだこれっていう反応が多かったんで、うん、非常にこう興味は持ってるけど、はい、実際どういうもんだったのっていうと今私 目に見てデメニ目に見て手に取って、うんね、プレート外してみて、はい合わせとか見て進めますわ。そりゃいいですか。いいです。非常にまず何がいいかってかっこいいメカのプリントがスタートからまずかっこいい、まあ、それしか最初から言ってないけどもうかっこいいよね。やっぱ一番男の子が好きなのはなんで使うの、かっこいいからでしょっていうこのまあツートーンでね、ツートーン、まあ白も入れたらスリートーンですよ。でプリントのプリントしっかりされてお金のかかり方ねえ、ここにお金かけたんかっていう、そうでこれお金かかってるけど、ここだけでお金高いんでしょだからじゃなくて理由がちゃんとあって価格帯を1万5000円ぐらいするっていうのは、はい、価値としてはここはあくまでも見た目だけだけどちゃんとした、必要な部分は肉を強化、はい組みやすさ歪み少なく全部するよっていう非常にですね組み合わせもよくできてると思いますので。でも打ち方とかにもねよりますけどノーマルのメカボックスだってね買おうと思ったら数千円5000円ぐらいですか。そういや、メカボックスカバーだけだったら2000円なんですけど、で同じ球数打つじゃないですか、これ1個で持ちます。しかもカスタムの精度が上がります。なんで費用対効果考えたらこっちの方が絶対いいと1丁の銃をなこうずっとやっぱ使いたいって言ったらメカが限界を迎えるんです。フレームとかどうしてもね、その負担を減らすんだったらメカボックス自身の強度を上げて、強振にも強く、もうだから1年で元取れちゃうよっていう、取ります取ります感じだよね。でこれがハンドガン1丁分、ハンドガン分1丁分より多分価値があるカスタムになるんじゃないかなと思います、うん、大丈夫でしょう。はいはい、というわけでですね、今回メカボックスの方を紹介したんですけど、ちょっと気になったのが、はい、メカボックスの全長がスタンダードと一緒だと思うんですけども、はい、よいしょ、ちょっと測れますか。大丈夫ですか。これね、ギリギリなんです。 10m ないですよ。大丈夫ないです、ないです。メジャーじゃなくて大丈夫です。大丈夫です。ちゃんとそれ、正確に測れます。測ります。 10m メジャーの方が正確じゃないですか。いや、メジャーじゃない方が正確で大丈夫ですか。そうですか一般的にはそうなのかもしれないですけど、デメリューだとちょっと基準違うんで。これがね、150.63 おとか、おう、150.63、そうだね、はい。でこれが同じ長さであればほとんどのメカボックス、これ丸井さんの丸井のノーマル、はい、あ、もうぴったりですね。ちゃんとすり合わせてきますよね。もうドンピシャです、はい、これ今バージョン2、バージョン2ですから他のは出てるんでしたっけ。ですね、まだバージョン2のみなんですけども、けまあこの今後展開はまああるのかな。で対応機種書いてあるのが、はい、東京マリのバージョン2メカボックススタンダード電動ガンの M4 系統などにっていうことで、うん、MP5 とかも入るかもしれませんけど完全互換ではないですと、はいはいはい、あくまでも東京マリのバージョン2メカボックスを準拠にしているので、一部の加工とか、まあ、一番、使用している人が多いバージョン2なので、ですよね。でこれからですね、デメリューを見て満足したよと、これ欲しくなったよっていう方いらっしゃると思いますが、いいですよ、ライダさんにも言っていただいてデメリューを見てちょっと気になってます、こういうとこどうなんですかとかね聞いてもらって、ただ、ここからですね、デメリューのこの商品はご説明させていただきましたけど、はい、パッと見手に持った感じ質感とかそういう部分では非常に好感触だったんですけど、うん、今回は実写パートじゃなくて実技パートっていうのがありまして、はいはい、実際にですね SIM を整えてみて、うん、入り方ベアリングの入り方とかそういうのもですね確認していきたいなと思ってますので、はい、そちらはデメフラビオの方、デメフラビオの方で続くわけですね、はい、怖いですね。あっち行かせこっち行かせ、最近はプレミア公開だとかね、はいはい、色々だとこれもプレミア公開の予定ですけど、そうですね、実は昨日ネタ振りしてるんですよ。明日ちょっと新商品まだ発売されてないの撮るよと。撮ります。まあストック分が昨日でなくなっちゃってるんで、はい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 、デメリューの方が明日ちょこっと撮るからって、
うちの配信ではね話してえなんだろうって、ね、そうなんですこれみんなね話題になってますから話題になると思います。あのこれはちょっとね皆さん気になるところだと思うんですよね。就任をする人には気になる、うん、で僕がちょっとオタク的な言うとこういうね機械のねあのこれフライスとかの後なんですけど見えるかなちょっとキラキラっとしてもらえればこうこうあー見えてきましたね。このあの、はいで機械切削しましたって NC で削りましたかっこいいじゃないですか。この辺のね、はい、こういう仕上げがライラックスさんは抜群にうまい。で、電話かかってきて大丈夫ですか。ライラさんじゃないですか。これライラックスさんからかかって、ちょうどかかってきたら面白かったですけどね。ありがとうございますって言われるかそれともあのノムさんから直接、うん、お前何やってんだって言われるかもしれないですけど、非常にですねあのおすすめのメトロックスとなってますので、勝つために自信ある方はぜひ、勝つために自信がない方、自信ある方はノーマルでいいよっていう方いるんですけど、ノーマルのハイスペックにした時の底上げと元々のカスタムメカボックスの底上げってレベルがやっぱ変わりますので、はい、全体のベースアップってことではメカボックスの、メカボックスって私が言っちゃってますけどギアフレームですね、はい、ライラックスさんの名称だとギアフレーム、交換してさらにカスタムの精度上げていただければと思います。これもあのパドックの他の銃頼む時にこれでやってほしいっていうご要望があれば、はいね、備考欄等に、まあ、もしかしたらそのうちその専用のね、うんなんか出てくるかもしれないですけど、そうですね、パドックはライラックスさんのパーツをかなり信頼してカスタムの時言っていただければこれでやってほしいとか、はい、っていうのも OK ですよね。あのね、あのね、僕はね、これ裏話的になるけど大丈夫ライラックスさんってね公開できるライラックスさんってね、うん、俺のカスタムの知ってるパーツメーカーの中でかなり真摯にやってるよ、はい、そうよねすげえ真摯にやってるよ、あのね、はいチューニングの精度を上げるためにやりますって言ってパッケージ綺麗だからとかいろいろパッケージでとか言うけど中身だってこだわってるよ。デザインもやっぱかっこいいんだけど物自体もやっぱ痒いところに手が届くというかね。そうあのねあこういうの出すんだねこのパーツ欲しかったんだよねっていうのが、うん、ちっちゃいパーツでも全力で作ってくれてるんでこんなにはなかなか作れないですよ。だからねこんなに褒めてるとね、はい、癒着だって言われるんですけど、はい、癒着しますよそういうメーカーさんには。いろいろねあるからあるからだって俺らが貝かぶってもらったりとかねいろいろあるからですからねあの皆さんあの本当にパドックの基準のパーツでライラックさんも作ってますの、はい、使ってますのであのこちらのパーツも、販売されたらぜひお手に取ってみてください、はい、そのうち多分出てくる、はい、すぐ出てくると思いますしね。あとバリエーションとかあと6ミリじゃないのもねもう出てくると思いずれ出てくると思うんですよねこういう感じだと。だ絶対そういうのが、まあ、わかんないですけど6ミリでも十分だと。6ミリの僕はオイルレスメタルとかでも構わないしベアリングをわざわざね使う人もいるだろうけどいろいろと調整とそれが幅があるのはメカボックスの強度があるからで精度があるからって思っていただければいいんじゃないかなと。ライラさんにも今後も期待ということですね。もう期待です本当にあの日本一パーツを頑張って作ってるメーカーさんだと絶対思ってますので、はい、はい、ご購入はね模型パドックで、よろしくお願いします。備考欄書いてねで、はい、メールを見て買ったってそれではですね、あのもし、満足してちょっと役に立ったよという方はですね、いいねボタンを押していただければと思います。で、まあ、ちょっと面白かったな、これ役に立ったなと思ったり、会話が良かったなと思ったらチャンネル登録いただけると嬉しいです。激喜びはしませんけど嬉しいです。あのぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあですね、実技編はデメウラビューの方でお会いいたしましょう。リンクは多分、はい、あリンクはその後かで。はい、それでは皆さん、バイデメ。バイデメ。